ミング崩れちゃった、はい、こんにちは、みなさんゆかです。こんにちは、コリッキーです。今回も始まりましたロックオン。今回は東京都の世田谷区。東京久しぶりじゃない？そうでもない、久しぶりな気がする。そうだよね、東京都ですよ、世田谷区ですよ。セレブの街じゃん。そうですよ、おじさんの街ですよ、ここそうね、私みたいなセレブの街で、まあ、ようこそ我が庭にって感じなんですけれども、まあ来ないよね小田急線沿い自体にまず来ないからね。ちょっと今日も怖かったもん、ここ来るまで。南部線しといたもん。乗らない乗らないなんか適当に言っとけいいだろみたいなやめてもらっていいですか。いや南部線、そうそうそうはい、ということで東京なわけでございますけれども、私たちとしてみれば、そうなんですよ、今年一発目の一発目のゾーンです。ええ、まだ年明けたばかりでございまして、ここ大事なんですよ、今年の流れはね。そうなんです、一発目にね、ええ、で、何だったら勝てると、何マックスいっちゃう、いっちゃってくださいよ。マックスいっちゃう、狙いは刑事、今日は、うん、うん、マックスでまだ6本で打ってないし、うん、打ってないっていう感じで刑事狙いかな。あとはまあ中入って釘見て決めたいと思います。ミカさんは？私はまだロックオンで打ってないガロ、どうかな、負けるよ違うの、あいつ吸い込むよ。ちょっと聞いてもらっていいですか。はい、聞きますよ。2013年入ってスロット2回打ちました、はいはい、2回とも、29連やら22連やらでね、4000万やら3000万やら、お、すごい、ものすごい相性いいです、調子いいんだね、愛です、愛、うん、ザルバは投げしてたけど、そうだよ、まあ、ザルバの呪い、新しいザルバがこの中に入ってるから、多分この子が使える子なんだよ。いや多分その子とこの子がいたら多分もっと仲良しなさんだよ。じゃあシルバー持ってくるから、次次も打つか分かんない。どうですかこのオカルト番組いや、あの、まあ、まあガロー打ってないしロックオンで、まあ今のとこ調子よく勝ってるんで、勝てないと今日部屋がないんで、カオリッキーさんちぐらいしかだからカオリッキーさんち飲むことになる可能性があるんで、それちょっと困りますね。ちょっといろいろ打っちゃいけないね、なんか下着が干してあったりとかさ。あーそうだね、ちょっとセクシーランジェリーね。そう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 、赤のさ、そうそうそう、レースのやつとかさ、ティーバッグとかね。私が開けたやつ使ってる？使ってる使ってるティーバッグとか、ティーバッグとか、ね、そういうのが絶対入ってないと思うんだけど、ティーバッグとか飾ってあると ね、 危ないからね。そうなんですよ、ええ、掃除してないんで、なんとしても勝たないのね。あと、うん、一発目やっぱ勝ちたいじゃん。勝ちたい、うん、一年の剣はゲッはい、というわけで、今日ダメだこれ頑張っていきたいと思います。覚えまーす、はい、それじゃあいきますよ、せーの、ロックオン。みなせホール入店。パチンコは余裕だよ、パチンコみんなスロット行った。ガロー開いてますよ、これここら辺どうですか、とりあえずほとこ、ひとまず商いのガローをキープ。バラエティか、なんだあの台、新しい台、あ、増設したんだ、向こう何があるんだろう。ガロー打つだったらバラエティの方がいいじゃないそんなことない、え、あ、ゴスロ、ゴスロだ、ゴスロ、いいゴスロで今日最新台の捕獲機動隊は開いてません。続いてカオリッキーのホール入店、早速狙い台の花のケージ缶をチェックしていく。じゃあじゃあじゃあ、なんか寄りが全然違う、こっちかな、します。てかもうみんなスロットだね、タイガーマスクまだ打ててない、でもな、はい、それでは1台目花のケージカンからいきたいと思います。早速1000円分の玉を打ち込んでいくと、
んまり好きな感じの動きじゃないので、ちょっと他試してみると見ると思います、見ようと思います。18でしょ。そして2台目のケージを打ち込むカオリッキーでしたが、こちらも回転率がいまいち。再び実践台を探します。はい、それでは早速こちらスロットガローを実践してみたいと思います。今のところ今年に入って2回打って2回とも、あ、もう、快勝ですね。1回目が4000枚、2回目が3000枚と出てますから、その調子で今日は5000枚目指して頑張りたいと思います。はい、じゃあいきます。水瀬ガロで実戦開始。早速打ち始めていくと、今チャンスリプレイですね。リリベ、まあ、これ一番弱い特定役だと思うんですけど、まあ、意外と打った感じだと広角以降はしやすい気がします。お、ゼロ、多分セリーだと、あ、違う、スイカだ。まあ、右下がりで、弱スイカです。おお、びっくりした。緑なんで赤緑青という順番で、まあ、期待度下がっていくんですけど、多分これで当たったことないんで弱いと思います。ザルバ喋ってる、やつにかざさないで終わるんだよいつも。やっぱり。そして投資をすること8000円。ここでチャンスリプレイが成立して、チャンスリプレイが7ゲームか。降格の可能性が高い魔界道へ移行すると、嘘、あ、強チェリーですね。これが本当の降格だとしたら本当に激アツかもしれない。この間ザルバに激アツって言われて普通に外しましたけどね。お願いします、当たっててください。いつなら、まあ、これ一番強いですよ確か。緑だけど多分ここは外れると思う。これ原作だと簡単に倒した気がするんだけどな。強チェリーは当選しているのか。ここは外れて、どのステージに行くか。カオル外れたのか、またの激アツ。8点、あ、これで8点。薬物出る、来た。これの期待度もまだ分かっていないですけど、大丈夫ですか、お願い。できないのか。おお、当たった、レインボー出ました。やった、さっきの強スイカですかね。かっこいい、因果消滅。水瀬騎馬チャンスに突入。で、こっから騎馬チャンスです。まあ、ボーナスの時もあるんですけど、果たして騎馬の繰り出す攻撃に耐えることはできるのか。何の攻撃か気になる。攻撃はこれ一番強いやつです。なのでダメでしょうね、これね。復活するならこの後行きます。はい、ダメでした。水瀬チャンスをものにすることはできませんでした。一方、3代目のケージに2500円を投資するカオリッキー。
ですね、4ラウンドランプが点灯、一番上ですね、この斜めのライン、カオリッキー4ラウンドあたりをゲット。よし、とりあえず4ラウンドのどちらかを引きました。このモードが抜けた時点で4通あって、残りだろう耐えようか。果たしてこれは確変なのか、それとも通常なのか。閉まらないよ。よし、次は45回転目でも以降の画面になって、リサとケイジのステージでは四角が発生します。だいたいね、ここで通常に戻っちゃう。通常が、ここ閉まるよね、きっと閉まるよね。おお、開いた。いったー、マジか。カオリッキー見事なお角変、初めて四角だった。あとは悲劇の4ラウンド通常を引いてしまう前に早い段階で右打ちに移行したいところですが、余計な口出しは無用。同じ演出、よし、いじった。いいよいいよ、早く当たって。よし、8点。これが一応このモード中、琉球モード中の最強率ですね。これ当たったっぺ。とどめを刺してやろうかね。受ける必要はない。無事に大当たりゲットとなるのか、カオリッキーの運命やいかに。世界一の女を手に入れることは同じ価値なのだ。世界一の女はお松じゃないのかね。赤かったやん、いったっぺ。投げられるでしょ。よし、オッケー、当たりました。見事大当たりゲット。アステルビスト、マックスタイプで当たりました。まあケージこっからなんですけどね、勝負。はい、はい、早速核変を打ち始めていくと、いきなりピンチか。だいたいこれ閉まるんすよね。まねまね、まあ、大丈夫でしょ。まねまね、あれちょっと待ってやだよこれで即落ちとか。カオリッキーまさかの通常大当たりか。37回転、まだまだこれからだと信じてますよ。まさかの実質単発とか、しかも10ラウンドっていう、シャレにならん。潜伏していることを願い電サポを消化していくと、頼むよ、まだ1勝しかしないよ。ここで100回転までのカウントダウン、電サポは継続してくれるのか。確変でした。なんだろうこの素直に確変でいいじゃんねっていう、しかも100回超えたよ確変中にはまんのこれね。いやちょっと弾減っちゃうんすよ。早く当たってほしいのに、なんでこんなはまんの。確変が継続したのはいいものの、ここからハマリッキーの本領発揮となるのか。いやいや普通に継続させましょう。対するガロを打ち込む水瀬はというと、お、ここでエフェクトがまさかのレインボー、そしてお、これ
そらく確定役的なものだと思うんですけど、ちょっとまだ判明してないです。まあ多分ティバチャンスか魔界ボーナスが確定する役だと思います。ベッドボタンを押すと、おお、え、金7ですよ。16384分の1、ガロへの愛がなせる技なのか、まさかのフリーズが発生。あ、これガロが暴走した時の映像だ。ガロビッグボーナス。ひとまず記念写真を撮ることにする。えい、えい、いい音。ああ、水瀬ガロビッグボーナスゲット。じゃあ紹介してきます。漏れなく高継続率の ART がついてくるガロビッグボーナス、このまま大量コイン獲得となるのか。よし、目標は今までの最高が29だから30連で、はい、じゃあ目指せ30連、いきなりガロラッシュ。みなせ夢と希望が詰まった高継続 ART に突入。消滅、暑いぞって言われました。そうかな、大丈夫かな。お、お逃げっぽく、よーし、ローマジ暑い、マジ。あれ、この子強いんじゃなかった。青 ART 中はホラーバトルに勝利すると上乗せ特化型の因果消滅モードに突入となりますが、消滅しました。こっから上乗せ国家の ANT になります。行け風のごとく身の剣士よ、本気になれ。はい、2連目です。しかし2セット3セット目は因果消滅モードには突入せず、キバとのバトルへ。ま、攻撃には余裕で耐えるんでしょうね。あれ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 、一番強いやつ来た。まさかの残念はやめて、やめてよ、本当に立って。大丈夫かこれ、怖いよ。行きます。あら、嘘ですよね。もうやめます。3セット、嘘でしょ。これ 92% なのかな。いや、もう今日は無理だわ。パチンコ行こう。もう精神的にやられちゃった。今もうダメなんだし、ショックが大きすぎる。これはやめやめたい。もう水瀬、天国から地獄へ、ただただ無念です。一方、確変中のハマリッキーは、あ、やっと来たかも。紫だったんで、うん、ステップ2からいいですね。これはもう大丈夫でしょう。ほら、赤あった。オッケー、長い。202回ってどういうこと。もうこの時点でとりあえず終わったりは確定ですね。確変ゲット、だいぶハマりましたね。ぐったりしたぞ今。でもよかった、とりあえず3万出て6000円なんで
10箱ぐらい詰めるといいかな。と目標を目指す香織さんは今回なぜか大爆発、出玉もどんどん増えていきます。一体どうしてしまったんでしょうか。きついか。これなんか危ないな。開いてくれる？開いてくれるかな。おお、まさかの展開。終わる気しなくなってきた。こんな日もあるんですね。こんな日なかったらやってられないからね。 OK。 あ、保留連打240超えしたもん。いやー、これ保留連なんです。240超えたら初めになんかだって見たことない映像あったもんな。240超えた場合はまあ保留連なんだ。もうちょっと16ラウンドだと思って油断してた、見てなかった。今回は保留連まで引き当ててしまう当たりっきー。4ラウンド各編からの大当たりは最終的に大爆発の16連チャンで終了となりました。500枚あるのかな。対する水瀬はここでガロとの別れ。というわけでこちら流して AKB に行きたいと思います。残りの持ちコインは ということで500枚ギリギリありました、なので投資が1万6000円で今マイナス6000円ですね。どうにかできます。はい、頑張ります。そして AKB へ移動した水瀬は投資2000円でミュージックラッシュに突入させるものの結果は2連チャン。うそー、なんだろう今日、当たりは引けるんだけど連チャンさせられない。一方カオリッキーはケージで獲得した出玉を一度流すことに。160666。めっちゃ出た。とりあえず移動するの大変なんで弾流しました。で、まあ、ケージ通常時の回転数は、まあ、全然ボーダーあったんですけど、いかんせんちょっと確変中のね弾減りがきつかったんで、まあトータルで考えるときついなということで AKB。 そしてカオリッキーが水瀬の隣の台を打ち始めていくと、お、ラッシュチャレンジ。水瀬にミュージックラッシュ突入のチャンス到来。ダメねこれ、グッドばっかだよ。ボタンを連打していくと、サプライズ、サプライズ、いったー、きたー、さすが、やったー、いいね、本当に来てる。見事ミュージックラッシュに突入。そして水瀬が4連チャンさせたところで2人は一度休憩を取ることにする。それにしても楽しそうに打つおばさん、お姉さん2人ですね。はい、前半戦終了でございます。AKB に移動して、総投資が今13000円、ただ、まあ、16000発経理で流すことができたんで全然プラスでございます。だいたい19弱ぐらいなんですよ今んとこ、7000円入れて。なのでできれば移動したい、ただパチンコで移動する台がないので、
反省終了です。ガロではまあ大変な失態をやらかしましたが、AKB の方は今プラスに持ってきてますんで、今の状態はまあちょいプラスぐらいですね。というわけで後半もこの流れで連勝させたいと思います。はい、ロックオン。はい、前半戦終了しました。やったね、香り頑張った。今日は前半戦当たりなしとかじゃないね。変わったね、やっぱ年変わってでしょ。やっぱね、2013年香りの年だよ。うん、まあそれはいいんだけどさ香りの年っていう意味が分かんないから、うん、当たりっきーですね。1万6000発出ました。1万6000発ありがとう、どういたしまして。ありがとうございます。でも結局 AKB に移って今投資が1万3000円です。まあ全然勝ってます。まだミカさんもでも出たもんね。私今すべてトータルして多分プラス2000円ぐらいとかそんな感じだと思うんだよね。しかもまだラッシュ中。そうです、ラッシュ中です。余裕だね。開けちゃったからさ、そこの後ね。でも4連でしょ今だったら大丈夫。大丈夫あのね、各編入ってすぐとか2連の時とかは行っちゃダメ。4連ぐらいがちょうどいい。4連ぐらいだったら多分このまま続く。これ珍しい展開ですよ。みなしさんがスロットで出てプラスで折り返すっていうことはありますけど、2人してプラスで折り返すっていうなかなかないよ。半年ぶりぐらいじゃない、うんまあ、誰かさんがいつも当たんないね前半戦。それを考えると久しぶりですね。今日勝てそうだね、うん、勢い的に。今日は飲もうぜあ、飲めないさ風邪ひいてる。飲んでた、うん、でもね、私後半ちょっとスロットきてんだよね。いいよ、5番も余裕があるんだったらさすがに2人してさ、AKB で。まあね、で、かおりさんも今回で AKB 何回目ですかっていう感じですよね、うん、数えきれませんもん。まあでも仕方ないんだよ、空いてるところがそういう機種なんだから、うん、まあね、まあね、まあね、ホール結局ね、メイン機種になっちゃうからしょうがないんですけれども、まあでも打ちたいでしょ、秘宝殿。うん、秘宝打ちたいな。もしかしたらジャグラいい感じのがあれば打ってください。うん、うん、だからとりあえず後半戦は2階から行ってみる。あなたラッシュから。ラッシュ終わったらまあその時にまた考えます。スロー打つかもしれないし。了解。はい、というわけで後半も頑張っていきましょう。ロックオン。ラッシュからスタートしたいと思います。目指せ15連ですね。15連いける。後半戦ミュージックラッシュ中から実戦を再開させた水瀬、気になる一発目の大当たりは。おーし、来て来て来て。おー怖い。いきなりラッシュ終了のピンチ。果たして継続してくれるのか。スーパーミュージックボーナスに昇格、お見事です後半戦、秘宝殿のチェックから開始したカオリッキー。てかさ、見方がよくわかんないんだよね。さらにビッグ化けかな。ボーナスと ART なのかな。ART 入ってなさそうなんだよな。打つとしたらこれなんだけど、もうちょいちゃんとしたデータ表示機ないのか。ない。一度 AKB へ戻ることにする。とりあえず様子見ね。4000円使ったら上見に行く。なんで4000円なのか分かんないけど。早速打ち始めていくと、カオリッキーに早くも大チャンス到来。おー、岡穂流来たよ。いきなり
つ、熱っ熱っ熱っ、うわこっちかわいい、パルー当たっちゃう。ギジさん中津からアイスでしょ、うん、あ、でも赤になった。 SP SP 赤と思った。エビロテか。白タイトルっていうのがちょっと不安だけど。赤。エビロテか。エビロテ。オッケー。金。当たった。当たった。ありがとうございます。あれちょっと怖いけど。いや金タイトル赤文字ですよ。エビロテですよ。大丈夫でしょう。あれ？よし。大当たりゲット。イエス。早い。三回転とか。やったー。今回は簡単に大当たりを引く当たりっき。すると隣の水瀬が。電サボだ。マジか。大丈夫。72パイスだから。大丈夫？大丈夫？大丈夫大丈夫。果たして2人揃ってミュージックラッシュとなるのか。最初は水瀬から。うわ。赤、緑か。無理だろう。ああ。重っ。いつも通りだな。いけないよ。その後カオリッキーは大当たりを引けず、持ち玉を飲まれたところで大移動をすることに。移動先は秘宝殿。はい、それではちょっと秘宝殿行ってみようかなと。ロックオンでスロット打つの久しぶりなんじゃない？今日はね、なんか何打っても勝てそうな気するんだけどね。その言葉が嘘でなければ問題ないのですが、ここから逆転負けはやめてくださいよ。対する水瀬もカオリッキーと同じくミュージックラッシュとはならず、前半戦から引き継いだ大当たりは6連チャンで終了。その後持ち玉で打ち続けていくと、お、ワイルドーン、熱狂で、あ、緑か。疑似3連で熱狂ライブゾーンへ突入。どうでしょうかね。私これ結構熱いんだよな。これ3割ぐらい。わあ、白。無事に大当たりゲットとなるのか。厳しい、これは厳しい。全部白、当たんないです。あー、もう残念の残念パターン連発。そういうことです。ねえ。
熱狂ライブダメだな。まあまあね、熱狂ライブはいいよ、いつも外れるから。一方、カオリッキーは合格がやりたくて私は秘宝で追っているわけで。ちょっとチャンス目引こう。これ何も起こんないで1万円なくなる可能性が出てまいりました。まあそういう代だっていうのは分かってるんですけど。このままじわじわと投資をさせられてしまうのだろうか。するとここでチャンスだよ。スイカ好きだね私。そろそろボーナスつながってくれてもいいんじゃないかっていう。やばい、1万円これで。おお、全部飛んだよ。あれ、ボーナスやっとです。スイカで絡んでくれました。ビッグ、あはあ、バケですって。レギュラーボーナスゲット。まあ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 、とりあえずレギュラーボーナス440ゲーム、この台で1万円ちょうど。ダメか。これ繋げたいよ。そのまま打ち続けていくとチャンスだよ。スイカだよ。ボーナスの可能性あるよ。もう一回粘ってくれると。お、粘った粘った、あるんじゃない。星4つ。これボーナスいったっぽくないですか。来たよ、助かりました。あざます。次こそビッグ。よし、 OK。 危ない、追加投資しないで済みました。31。その後もハマらずにビッグボーナスを引くカオリッキーでしたが、 ART には突入ならず。しかしその後265ゲームさせたところで待ちわびた高確率へ。チャンスをものにすることはできるのか。大きいけど30頭。何で行くと、あれ50。いけ、ダメか、期待させてさ、ダメじゃん。そしてラストゲームは、やりましたよ。リプレイだけど、とりあえず解除しました。これといったものを引いてないんですけど。あー、よかった、 ART 行った。もう残りこんだけです。追加投資目前で、まあ追加投資しなかったですね多分。行きまーす。カオリッキー ART に突入。ここで安心してはいけませんね。この40ゲームの間に40スルーだけは免れたい。上乗せせない。すると早速ボーナスバトルへ突入して、この10ゲームに全てを。熱い、得意なんだよな。3回に2回解除できるんですよ。あざーす。ビッグボーナス
ゲット。欲しかったけど、欲は言わない。32ゲーム。いい感じよ。とりあえず500枚回収しよう。早速消化していくと、うわ、スイカ大きい。スイカじゃなかった。30。何ゲーム？ OK。 カオリッキー順調にコインを増やしていきます。対する水瀬はというと、当たんないならもう止まっていいよ。いいよもう、交流変わってないし。とかなってなかったら、いきなり止まった。水瀬、大当たりゲット。ミュージックラッシュへは突入するのか。おー、レインボーだー。まさかの背景レインボー出ました。叫ぶじゃあじゃあこれでいい。叫んで当たるの。叫ぶんだって。これどうするんですか、一人で言ってる人。頭おかしいと思うんですよ、そんなことしたら。無事に連チャンしてくれるのか。こい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 。やだ、これはない。もうわー、もうこれ最後しかないのか、チャンスは。やだー、最悪です。負けてたらもっとイライラする。うそい。いやー、頭抜いてもしょうがないでしょ、これ終わるんだったら。まあまあそう言わずに、そのまま放置してたらうるさくて周りの人に迷惑をかけてしまいますよ。よーし、やった。玉抜きます、ちゃんと抜きます。やっと言う通りにしてくれた水瀬でしたが、結果はあまり継続せず3連チャン。その後4連続でミュージックラッシュに突入させるも2連チャンで終了となりました。92% と思われる ART を3連で終わらせるぐらいなんで、今日はダメですね。これで勝ってるのが不思議なぐらいですよ。ここでカオリッキーの様子を見に行くことに。パスロうまいね。この時間から秘宝で打って出せるってさすがだね。いや、秘宝で負けないんだって。だ、意味がわかんない、意味がわかんない。簡単簡単。いや、10じゃないだけいいだろって。ラッシュ初当たり4回引いたんですけど、あの合わせてね、全部4回が全部ラッシュだったの。2連5連3連2連どうですかこれ。マジで。え、でもプラスでしょ、プラスでしょ。3波このまま変わってないのだから。なんでさ、なかなかそれ引けないよね。なかなか毎回ラッシュなんて引けないじゃん。引けない。なんなんだよ。私こんだけ打って最高ラッシュ連続3回だから。そして相方の順調っぷりを確認した水瀬は、
出玉がこちらの3箱のみとなりましたが、まあまあまあギリギリ勝ったとは思うんですけれどもね、あのとにかく今日は連チャンのしない日だったという意味では残念だったんですけど、まあ一発目に勝てたんでよかったです、はい、というわけでカオリッキーさんの方がですね、とんでもないことになってるみたいなんで、私は先にやめたいと思います。先にもう飲んじゃってます、はい、祝杯あげときます。というわけで流したいと思います。気になる残りの獲得出玉は、はい、5203個、同志が AKB だけだと7000円、なので、13000円、200個は13000円はプラスで、ガロで6000円負けだったから、今日の勝ち分はおそらく7000何百円とか、まあ、そんな感じだと思います。はい、お疲れ様でした。一方、依然 ART 継続中のカオリッキーは、ここで普通のボーナスバトルかと思いきや、これにはカメラマンも反応。超広角だよ。これ超大事なとこですよ。弾けるかな。今日の私なら弾けそうな気がする。一体どこからそんな自信が出てくるのか。しかし今回のカオリッキーなら、思わずそんな風に思ってしまいます。ありがとうございます。お見事。今日っていうかね、もう今年ですね、2013年。ビッグボーナスゲット。さあこの後はロケット団のお二人がお出迎えしてくださいます。超秘宝ラッシュに突入したカオリッキーの大爆発は止まらず、一体誰がこんな結末を予想しただろうか。上乗せしまくりのボーナス引きまくりの当たりっきは持ちコインを大量生産。最終的にドル箱4箱が勝ち盛りです。あっぱれ。はい、2戦終了でございます。3時間前はこんなことになるとは思っていませんでした。じゃじゃん、5000枚。ふぅ、すごいでしょ。今日私ケージで1万6000バト出して、さらにそこから5000枚。こういうのはね、一回にやるんではなくて日を改めてやっていただきたいね。まあでももう大勝ち。しかも、まあ
皆様には関係ないかもしれませんが、私たちはまあ新年一発目の収録ということで、いつの間にかまあ風も吹っ飛んだ感じでございます。とりあえず急いでミカちゃんのとこ行きたいと思います。実践終了です。お疲れ様でした。カオリッキーの大変気になる獲得枚数は5373枚。素晴らしいね。記念すべき1日でございます。バイ。東京都世田谷区での実践はアタリッキーが降臨して出玉大爆発、文句なしの大勝利。ロックオン。遅いね。出た秘宝伝、懐かしのまんま秘宝伝みたいな状態。まあほら閉店じゃないしまだ全然だよね。うん、半分しか出てないもんね。そう、5000枚、5370いくつか。今日いくらなってんの。だってさ1万6000発の上に。やっぱ AKB ダメなんだよ。どう考えてもそうじゃん。トンポトンポトン。ケージ出た。AKB 終わってる。トンポトンポトン出た。もう次からパスが始まり。もうそんなにでしょ。お疲れ。でも私一本飲んでるからね。あなた来る前に一本飲みました。私ね。二本目これ、うん。終わってんな。楽しいね。なんかあるのが楽しいよ。そりゃガロンズダンですよ。ダン香る効果、香る効果、うん、ダン、うん、うまい、うまい、うまい、尿香、うん、うまい、うまい。じゃ野菜やオクラ、ブロッコリー。私がオクラ食べちゃう。オクラ入り、ズッキーニ、オクラ入り、サヤエンド。無視してますよ、ディレクターさん。大丈夫です、無視してます。じゃあ私も食べてみようかな。オクラじゃない、私の映像が暗いんだけど。乗っちゃった。どうした、疲れてる。酔っ払ってもうこれ1本飲んでますから。2本目もう代わり腰が痛くて。本だからパイとかじゃない。そうね、もうパイ、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 パッとしかない。おい、おい、いただきます。うん、ね、ちゃんと食べれたよ。お預けだったもんね。もうお腹すいた。食べる、飲むだけ飲んだから酔っ払い、酔っ払い。うまい、それあなたの大好きなエビマヨ。エビちゃん、この店ではシュリンプなどが、うん、これはなんでそれがバスミュージック。朝日赤みテンション高いぞこれ。何、おっきいじゃん。どうですか、14万買ったお姉さん。唐揚げみたいな。うん、おいしい。衣がすごい。片栗粉めっちゃ出る。竜田揚げだ、うん、うまい。ご飯欲しいね、これ。わかる。あー、一口でいっちゃった。夏まで。どこに来て来ましたよ、カオリキさん。下ネタ入りました。下ネタじゃない、だってさすがにちっちゃいよ。さすがにちっちゃい。さすがにね、さすがにちっちゃい。さすがにが出てくる時点で下ネタですよ、これ。わかります。いや、ほら、上になってもっと大きいじゃん。新幹線思い出すからやって。これ何、可愛い漬けになっちゃったじゃん。大丈夫、大丈夫、食べるから。じゃあテーブル、ね、ひどい。しかもね、これ落ちないんだよ、可愛い。すいません。すいません。ロックオン。じゃあ次回はどこに行くのかな。どこ行くの。え、それまでお楽しみに。はい、閉めるよ。せーの、ロックオン。また次回。食べる？いらない。
大丈夫、赤ちゃんじゃないから。風邪つっちゃうから。バイバーイ。襲われる襲われる。風邪うつうつ。指こうだから。あ、ごめん。